神々の乱心は、松本清張の長編推理小説。週刊、文春に連載され、1997年1月文芸春秋から、刊行された。著者の絶筆作品の一つである。現在の公共内堀、桜田号付近、大正末期と、昭和初期を舞台に、大日本帝国を、 根底から侵食戦とする、新興宗教団体の陰謀を描く歴史ミステリー。著者死去のため、本書内で語られる事件の謎は、十分に解明されないまま未完となったが、単行本、文春文庫版ともに、下巻の巻末に編集部中が付され、著者が、担当編集者に語っていた構想など、結末を想像する手がかりが示されている。また、物語には、 当時の実際の政治、社会情勢が織り込まれており、モデルが推定される、登場人物、団体もある。詳しくは、参考文献などを参照。昭和8年のこと、埼玉県比企郡のとある町に、月立会研究所という高齢術の研究団体があった。特攻警察の吉谷警部は、内部の様子を聞こうと、研究所から出てきた若い女性に質問するが、 その女性、北村幸子が、宮中に奉仕する、深町女官の使いであることが判明し、行転する。幸子の所持する封書には、北と七世に新月を組み合わせた、奇怪な紋章が付されていた。深町女官は、月立会と関わりを持っているのか吉谷が探りを入れようとした矢先、北村幸子は、奈良県の吉野川で、投身自殺をしてしまう。 自分の尋問の成果と責任を感じたヨシアは、サチコの葬儀に顔を出すため吉野町に向かった。自殺現場で冥福を祈るヨシアの前に、一人の、紳士が現れる。紳士は、深町女官の弟、萩ギソノヤであった。サチコの弟、友和の依頼を受けた、萩ギソノヤも、事件に首を突っ込み始める。しかし、 謎は多岐にわたり深まっていった。月立会の起源は、大正15年に遡る、関東軍の情報将校だった、秋元51は、日本を陰で操るという自分の野望を果たすために、満州で、信仰宗教を探していたが、江森静子という霊媒師と出会い意気投合する。日本に帰国して、秋元は、平田有信と改名して月立会を起こし競争となり、 恐ろしいほど当たる静子の霊能力を武器に、宮中の中枢へ触手を伸ばす。やがて宮中の実力者たちや陸軍将校など多数が入信する。平田は古物商から偽の三種の神器を手に入れる。その頃宮中では天皇を呪い殺す陰謀が露見する。教団が大きくなるにつれ、静子は平田も手が出せないくらいに暴走を始める。 ありがとうございます。